すいません、あのちょっと お腹とか空いてないですか今？空いてます。おマジですか？はい、あのちょっとあの今激辛対決で勝ったら1万円っていう企画でちょっと YouTube 撮ってるんですけど、はい、今辛いのとか好きですか？あ、好きです。マジですか？これからちょっと辛いの食べに、はい、あ、いい、大丈夫ですか？はい、マジですか？ありがとうございます。いや、マジで、いや助かった。いやもう本当に20人以上声が来て全然捕まんなくてすごいですね。いやありがとうございます。名前とかお伺いしてますか？はるです。はるさんで、よくその歌舞伎町界隈いらっしゃるんですか？いや、全然。あ、本当に今日たまたま。辛いのお好きなんですよね？あ、好きですね。どういった辛い料理食べますか？好きな辛い料理。トッポギコンビニのじゃあ逆に今まで食べた辛い料理の中で辛い料理って何ですか？辛ラーメン。あ、辛ラーメン。あと北極ラーメンとか。あ、中本もよく行かれるんですね。あと、あんまりカップ麺のやつ食べました。あ、カップ麺、はい、あれ結構辛かったですか？辛かった。今から行くそのしんちゃんっていうお店はヤンニョム、激辛ヤンニョムチキンがあるお店なんですけど、まあ、それを僕より早く食べきれたら1万円差し上げますという企画でやらさせていただきます。周りに結構辛い好きの。あ、そうです、そうです。友達と一緒に辛いの食べ行くって感じです。へえ。お店だとどこが？やっぱ大久保周辺とかですか？そうです、ここら辺、あの新大久保とか、ね、はい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 。やっぱ韓国料理は好きなんですか？あ、友達が好きで付き添いで行きます、ね、なるほどなるほど。ヤンニョムチキンってご存知ですか？あ、知ってます、食べたことあります。あ、本当に辛くないのですけど、甘辛いやつ。まあ一応辛いです、ね、甘辛いですからね。え、まあ学生さんとかですか？今大学生です。ご出身はどちらで？青森です。高校は青森で、はい、こちらに大学で。なるほど。へえ。虫に刺された。あ、虫に刺されちゃいましたか一応ね、無理はしないようにしていただいて。 あ、はい、ありがとうございます。え、ちなみに辛いの食べて、はい、お腹痛くなったこととかってありますか？ないです。わお、今日のお店がこちらのお店にいます。しんちゃん大久保店。はい、激辛グルメ2005年ナンバーワンと書いてありますけども、一応トッポギとかもありますけどね。激辛トッポギ。まあ、一応ヤンニョムチキンが有名なんですよね。お店で一番何が辛いですか？炭火で焼いて、はい、あの揚げたチキンか。炭火と揚げたのどちらがよろしいですか？炭火で。じゃあ炭火のもう めっちゃ辛い、辛いの。めっちゃ辛いやつって何でしたっけ？これ、あ、これで。じゃあさあ、それで乾杯。乾杯。どういった絵を描かれてるんですか？どういった油絵ですね。アルバイトは？アルバイト、渋谷のカフェで働いてます。あ、意気込みなんかはどうですか？意気込み。意気込み。うおー、辛そう。うわ、どうですか？ちょっと匂い嗅いでみてください。辛そう。見た目もね、こう、もうなんか真っ赤っかですけど、非常にこう炭火の香りがしますけどね。手袋つけないと手がヒリヒリして痛くなっちゃうんで、これつけてください。ありがとうございます。はい、買ったら1万円差し上げます。ありがとうございます。3、2、1、いただきます。どうしようかな。うん、あつ、肉舌なんですよね。うん、おこ、うん、あ、じわじわきますね、これ。うん、辛い。うわ、辛い。はい、はよ。うん、後からじわじわきますね。うん、うわ、
やばい、やばいですか、汗かいてきました、うん、あ、はい、うん、涙出てんじゃないですか。マジか。やばいっすね。やばい。はるさん残念でした。激辛チャレンジ失敗です。負けちゃった。残念。どうですか。今まで食べた激辛の中で何番目ぐらいに辛いですか。一番かもしれない。一番。一番。やばいっすね。超辛い。平気でしたこれ。まあ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 。まあまあ、まあちょっと口がビリビリしびれるなっていう感じですけども、すげえマジっすか、ごっつり辛い、辛い料理はですね、はい、女性にもおすすめでして、はい、辛い料理食べると体の代謝が上がって血管の巡りとかも良くなるんで、むくみ改善とか、あ、冷え性です、そうですね、あ、冷え性にも食べると温かくなって血行良くなる、おすすめなんで、ぜひ辛い料理これからも食べてください。ありがとうございました、はい、はるさんご協力ありがとうございました。ありがとうございます、まあ、ご協力というか対決だった、残念でした、負けました、出直してこい経営コンサルで脂肪出して、辛い料理好きです、辛そうですね、今までで一番辛いです、ね。